門別競馬12レース王冠賞1800です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク3頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は 青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています三枠三番シルトプレです能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります金五層では前層二層前三層前四層前 5層前に黄色線を上回っています。特に4層前は黄色線を20上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。この馬の赤色はトップグループの一角であることがよく分かります。距離適性を見ていきます。す。距離はは紫色の丸です今回 1800m となります。 指数がピークとなっている4走前は、ピンク色の着順が3着で、紫の丸が1800、昨年の10月は、ピンク色の着順が1着で1500、1800は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが9頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは4走前は3番手からの競馬です昨年の10月は2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は43で2位です 上がり指数は35で4位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は、馬体重が減少するとと指数を上げています。明日も、馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。6枠7番、エンリルです。 能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層、2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1600、4層前は紫の丸が1400、5層前の紫の丸、1800で、 低指数となっています。1800は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている。2。走前は花を切っての競馬です。4。走前は4番手からの競馬です。逃げ先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は6。0でトップです。上がり指数は3。5で3位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面は？ プラス評価していいですババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を落としています。明日もババが渋ればマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠5番、ボニーマジェスティです。能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では前層、 2走前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連体確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1走前は、紫の丸が1800、2走前は、紫の丸が2000、1800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1走前は2番手からの競馬です。2走前は4番手からの競馬です。 好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は40で4位です。上がり指数は38でトップです。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠10番、マナホクです。能力偏差値は4位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が2線。 4。層前は紫の丸が16001800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている。2。層前は8番手からの競馬です。4。層前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は21で11位です。上がり指数は3。5で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。 展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。6枠8番3。サンオークレアです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では前走2走前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1700、1800への距離延長適正は不明です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は4番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で9位です。上がり指数は27で6位です。先行力は評価できません。好位につけられないリスクがあります。 展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、3番、シルトプレです。能力偏差値は、トップの B ランクです。距離と、展開と、レース間隔と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、7番、エンリルです。能力偏差値は、2位の B ランクです。 距離と対戦成績にリスクはありますが展開を高評価しました馬券ですが二重丸を打った3番シルトプレを軸に相手は丸を打った7番エンリルと黒三角を打った5番ボニーマジェスティと白三角を打った10番マナホク3着はその他印から選んでください